モンハンのすごいところはブームが終わってしまったことなんですよ。終わってるんですか。終わってますよ、モンハン実はもう終わって結構ねやばいんですよ。あ、そうなんですか。結構やばいですよ今マジで。もともとプレイステーション2で、オンラインゲームとしてカプコンが売りたくて企画されたのがモンスターハンターなんです。はい、オンラインにつないで、で見知らぬ誰かと一緒にゲームを遊んで、それに対してこう、月額だったりとか、はい、何かしらでお金を払ってもらうっていうビジネスモデルをこう模索してる時に企画されたのがモンスターハンターなんです、まずカプコンの中で、はい、でプレイステーション2時代にそのオンラインゲームとして始まったモンスターハンターで、これいわゆる初代を出して、でまあいわゆる今での数字で考えたら結構なヒットではあるんですけど、当時 の、はい、家庭用ゲーム機全盛の頃からすると、まあ、スマッシュヒット程度だったんですよ、うん、でそれでこれをよりこうなんか流行らせよう、でそのためになんかいろいろこう模索して、じゃあプレイステーションポータブルでこう導入としてこう分かりやすいというか、こう優しい敷居の低いモンスターハンターを遊んでもらってオンラインに引っ張り込もうというので発売されたのがモンスターハンターポータブルなんです。そしたらそっちの方がメインになっちゃったんで、そっちが売れちゃったんです、はい、ものすごく売れたんですあれ、はい、でとにかくモンスターハンターって私も最初やって、なんで流行ってるかびっくりしたんですけど、はい、めちゃくちゃめんどくさいゲームなんですあれ。自分の装備を買うのも揃えるのも、モンスターを倒して素材をいちいち集めないといけないんですよね、はいはいはい、ちまちま、はい、で回復アイテムも自分で素材を集めて調合しないといけませんから、はい、とにかくめんどくさいゲームなんですよ、うん、いちいち でそれが爆発的に流行った。最初信じられなくてなんでこんなめんどくさいゲームみんな遊んでんのみたいな、そう思ったらその PSP でローカル通信で友達とワイワイ遊ぶっていう風な、こうスタイルがものすごい定着したというか流行ったんですよね。でそれで PSP でモンスターハンターポータブル3まで出たんですよね、はい、シリーズでいくとモンスターハンターポータブルが出て、でモンスターハンターポータブルセカンドが出て、でモンスターハンターポータブルセカンド G が出てっていうような感じで、一回出しては言い方はちょっと悪いですけど、完全版っていう形で G ってつけて、はいはい、追加モンスターだったりとか、より高難易度のクエストが入ってるみたいなの でそれが定期的にこうちゃんとね売れちゃうんですよね。で特にモンスターハンターポータブルセカンド G っていうのはものすごいロングセラーになって、でずっと売れ続けたんですね。それでモンスターハンターっていうのがゲーム業界でこういきなり登場した、彗星のごとく現れて大ヒット飛ばしたっていうので、でいわゆる仮ゲーと呼ばれるものがこうバーっていっぱい出たんですよね。でモンスターハンターの初代があって、で2いわゆる、2に相当するモンスターハンタードスっていうのがまたプレイステーション2で出たんですけど、でモンスターハンター3、これはモンスターハンタートライという形で世に出るんですけど、これが Wii だったんです。でもうこの辺の裏事情というのはいろいろ多分あったとは思うんですけど、カプコンとしては海外に売りたかったんですよね、モンスターハンターを。で日本でもこんだけ売れたし海外でも展開したいと、でも PSP はどうも厳しいと、はい、で DS でなんとかならないかっていうので、はい、実はずっと研究してたらしいんですけど、DS だとね性能がね足りなすぎたんですね。さすがにさすがにちょっと無理で、でこうちょっとずっと研究はしてたんだけど無理だと。でも、Wii でプレステ2よりは全然性能はいいですから、はい、じゃあ Wii でモンスターハンタートライを出すって電撃に発表されて、はい、まあ、これも大騒ぎになったんですけど、で任天堂も最大限にバックアップして、で、まあ、発売をしたとっていうような流れの中で 3DS が出て、で 3DS がモンスターハンタートライの G っていうのはそのトライが出っ放しで出てなかったんです、はい、今までモンスターハンターシリーズは普通のモンスターハンターが出たら G っていうその完全版が出るっていうサイクルをやってたんですけど、はい、モンスターハンタートライの場合はずっと出てなかったんです、はい、でそれが 3DS で出ますと。でそれで当時いわゆる任天堂カンファレンスっていうのを秋頃に毎年やってたんですよね。でカンファレンスっていうのはいわゆるマスコミ向けのそのイベントなんですけど、今任天堂はこういう風な感じで取り組んでますと、でこういう風な売り上げ出してますと、でこういう風な取り組みをやって今後こういう風にやっていきますみたいな、ついマスコミ向けのアピールの場がカンファレンスで、まあ、やってるんですけど、でそこにモンスターハンタートライ G が出ますよっていう発表したんですよね。
で実はこのそのイベントの直前にモンスターハンタートライ G が 3DS で出るっていうのはファミ通でスクープっていう形で紹介されたんですよ、はい、でそれをカンファレンスでもやってであやっぱり出るんだな、しかもあの年末に出ると、秋頃に発表して年末にも出ますと、でそういう風なのも今大きな話題にはなったところで、あのそのモンスターハンタートライ G の発表が終わった後に最後にこの映像をご覧くださいって紹介されたのがモンスターハンター4だったんです。まさかの最新作があの 3DS でも出ますっていうアナウンスが出て、もうとんでもないことになったんです。あの伝説のカンファレンスって呼ばれてるんですけど、実はファンの間では。でその電撃に発表されて、でこのモンスターハンター4も 3DS で出てやっぱり大ヒットしたんですよ。で今度 4G が出て、でこのモンスターハンタークロスが出て、でダブルクロスが出てっていうまあ流れがあって、で 3DS でこうずっとあの出続けてたところで、あのプレイステーション4がこう同時並行でこう裏で出て、で海外ですごい爆発的に普及したんですよね。でソニーピクチャーズでモンスターハンターの映画化ももう決まってるんでしょ。へー、いつ公開されるかちょっと今のところ分かんないんですけど、もともとそういう風なプロジェクトが進行してて、はい、おそらくいろいろあったんでしょうね裏で。でモンスターハンター5をどうもずっと作ってて、はい、でプレイステーション4用にで、こうお披露目の時にモンスターハンターワールドっていう形で発表されて、で3あのいわゆるスイッチにはダブルクロスの移植っていうの でそれっきりあのスイッチにはモンスターハンターの話題ってもうないんですよ。でモンスターハンターワールドが発表されてプレイステーション4独占ですと。で独占というかあの PC 版パソコン版も出ましたけどね。で海外で売りたかったカプコンの思惑と、でそれをバックアップしようとする任天堂 その協力のもと、このモンスターハンター4とかは結構そこそこ海外でも売れたは売れたんですけど、海外がどうしてもその 3DS っていうかその携帯ゲーム機に対しての その普及率がどうしても、ね、伸びないっていうのが実はあって、 DS は目新しさで売れたんですけど、 3DS はこう日本ほどやっぱ流行らなかったんですよね実は。だからそれに乗っかってるモンスターハンターシリーズも実はちょっと頭打ちになっちゃってて、思ってたよりも伸びないっていうふうに多分判断になっちゃったんですよね。でしかもここで面白いのが、任天堂が Wii U で大失敗したんです。あ、失敗したんですか。あ、大失敗なんです。任天堂が今まで出したゲーム機だから一番売れてないですから、 Wii U っていうのは。そうなんです。でしかもその性能的にもその Wii U が出た時のもうよ半年後とか翌年くらいにはもう PlayStation 4とか Xbox One とかがもう出ちゃうっていうもう予定がありましたから、もう性能なんかもう全然、だから Wii U の時点で PlayStation 3とか Xbox 360をちょっと上回るくらいの程度の性能しかなかったわけで、で海外のゲームメーカーというのは基本的にもうハイエンド志向ですから、性能が良ければいい、高ければ高いほどいいっていう、その上でいわゆる写実的なゲームを出すっていうのがもう基本スタンスだったので、だからもう Wii U はもう性能が物足りなくなっちゃったんですよね。任天堂のソフトを遊ぶ分には何の問題もないですし、個人的にはWii U 自体は結構好きなんですけどぶっちゃけ入らなかったんですっていう風なのもあって、多分ねカプコンはね見切りつけたんです。あれでそれでモンスターハンターワールドをもうプレイステーション4とかパソコン版をメインにも出すと。今モンスターハンターはこう今国内でみんなで持ち寄ってワイワイするゲームだったのがオンライン専用になっちゃったので、だ友達で集まってもモンハンやるから帰ろうぜになるんですよ。なんか変でしょ、なんかね。こういう時代なんですね。そうなっちゃったんですよ。でそれがもう全然定着してないわけですよ。今まではみんなでこうバーッ、ね、学校帰りとかに集まってとか、その休みの日に集まってとか、どっか遊びに行った時にちょっとマック寄ってモンハンやろうぜとかっていうのができたのに、でこれ面白いもので、実はモンスターハンターって芸能人がすごいやってたんですよね。あとスポーツ選手とかが、はいはい、あれはなんでかっていうと、楽屋とかで待ち時間がどうしても発生するから、はい、芸人仲間とかタレントが集まって一狩りやろうぜっていうのにすごく相性が良かったんですよ、モンスターハンターとか、でスイッチなんかもそうなんですよね。でそういうのがあって、でスポーツ選手なんかもだからスイッチ出たての頃なんかはサッカー選手が飛行機で移動する時にみんなでスイッチでマリオカートやってるみたいなのがインスタグラムで上がったりとかして、まあ、あれがスイッチをこう入らせるこう加速させる要因にも多分なっただろうなと思うんですけど、そういう風なみんなで持ち寄って遊ぶっていう文化をモンスターハンターが流行らせたのに自らそれを潰したんです。
っていうところで、だからあの毎年あ のようにモンスターハンターポータブルで流行ってからモンスターハンターフェスタみたいなあのイベントをやってたんです、はい、でそこにあの親子で来てくださいとか友達同士で来てくださいみたいなイベントをやって毎年のように大盛況だったんです。もう今回だモンスターハンターワールドになってもうオンライン専用になってますから、はい、あのみんなで持ち寄れないし、だから集まるのがあのもうなんだいい年こいたら野郎しか集まらないわけですよ。家族連れが集まらないんですよ。ダモサーハンターの最大の売れた要因っていうのはみんなで持ち寄ってローカル通信で遊べる、で時代 あの変化とともにそれがオンラインでも肩代わりできるだろうっていう見込みが多分あったと思うんですよ。そんな甘くないですよね。実際こうやって肉声が届く距離でワイワイやるのが楽しいわけで、で今まではテレビの前でゲーム機を置いて、だ桃鉄とかもそうですよね、みんなでこうコントローラー回して遊んだりとかしてたじゃないですか。でモンハンはこの、ね、一人一人がゲーム機持つっていうハードルありましたけど、はい、みんなで教え合うっていうのがもう自然にできる面倒くささがあったんですよ、うん、モンスターハンターとか、うんうん、それが一つ大きな要因だとは思うんですけど、うん、コミュニケーションを強制的に取らせてくれるゲームなんですよ、うん、でそれをやっていくうちにあのコミュニケーションを取るっていうのが楽しくて、うん、で新しいのが出てもあの今度はこれやろうぜ今度はあれやろうぜあの装備作ったみたいな風なのが、うん、サイクルが生まれるんでずっと遊ぶんですあれ、うん、でそれを自ら潰したのがモンスターハンターワールドですね。なるほど。だから今モンスターハンターかなりやばいですね、うん、あのオンラインがそれの代わりになるかと思ったらやっぱそうならなかったんですよね、うん、やっぱ直接会ってる楽しさはやっぱかなわないですから、うん、だけどいずれにしてもモンスターハンターは自ら一番の売りであるそのコミュニティを破壊して自ら破壊してしまったっていう風な、まあ、今状態になってるので、あのモンスターハンターは今瀕死に陥っているということで、はい、